マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは、森かんなです。私が出演するザ・ネクストジェネレーションパトレイバー首都決戦が5月1日に公開になります。すごくスケールの大きい作品になっているので、ぜひ劇場でご覧ください。20世紀末、テクノロジーの発展とともに普及した人型作業機械、レイバー。巨大なロボットが日常となった世界の犯罪に備え、警視庁は特殊二課、パトレイバー中隊を設立した。そして現在、解体の危機を迎えた彼らの前で、日本を揺るがす反乱が始まろうとしていた。見えない戦闘ヘリだ。すごい。確か名前は AH-88J2 カイ、グレイゴースト。消えちゃったよ。決まったそうね、特殊二課の解体。あれ、動かせます。あいつは東京の上空を飛んでるだけで1000万富を人質に取れるわけだ。嵐が。ネクストジェネレーションパトレイバー首都決戦。